はい、皆さんこんにちは、伝説の D です。さあ早速ですが、皆さんは最近第五人格内のゲーム内で行われていた兵役の星の投票というのがやりましたでしょうか。まあこれはね、4月の25日から5月の4日まで行われていた人気投票になりまして、この人気投票で選ばれたキャラクターに新しい SSR が実装されるといったねものでした。まあ、過去にもね、選ばれたキャラクターにこういった感じで、この SSR 衣装が実装されていて、本当にいろんなキャラにね、すでに実装がされております。まあ、それが今年もね、この人気投票が行われました。でですね、今回なんですが、その人気投票の結果というのがね、明らかになりましたので、今回の動画では皆さんにね、その結果をね、お伝えしていこうかなと思います。はい、今後ね、実装される SSR 衣装がね、誰かというところが、決まりました。でですね、こちらの投票なんですが、サバイバーの上位2名、そしてハンターの上位1名に SSR 衣装がね、実装されますので、まあ、こちらね、覚えておいてください。あとですね、この投票は、中国の方で行われる投票と、日本の方で行われる投票が、2つ分かれておりまして、それぞれね、結果が異なりますので、まずは日本版の投票結果から、紹介していきます。まず日本版の投票ですが、こちらハンターの1位、これに、ね、選ばれたのが、なんとフールズゴールドです。はい、おめでとうございます。フールズゴールドがですね、349.84万票にて、今回ね、この投票で1位となりました。はい、ですので今後ですね、まあ、時間はかかるんですけれども、このフールズゴールドの衣装が、実装されていきます。 SSR 衣装ですね。はい、皆さんね、楽しみにしていてください。で、そして続いて、こちらサバイバーの2位、いきます。このサバイバーの2位ですが、記者、がですね、選ばれました。こちら 395.69 万票にて、選ばれました。はい、こちらおめでとうございます。記者もですね、今後ね、新しい SSR 衣装が実装されます。そして栄えある、サバイバー部門のね、1位なんですが、こちらは作曲家が選ばれました。はい、こちら作曲家なんと、523.43 万票ということでね、この2位のね、記者と、かなりの差をつけて、1位ということになりました。はい、皆さんもね、今投票した方多いのかなとは思います。はい、おめでとうございます。作曲家もね、新しい SSR 衣装が登場します。でですね、この SSR 衣装に選ばれると、この衣装が出るだけじゃなくてね、もう一ついいことがありまして、来年から、のね、投票の最高演劇という、さらに上の投票にね、参加することができます。で、この最高演劇の投票で選ばれると、SSR 衣装ではなく UR 衣装が実装される。はい、そんなね、投票ですので、まあ、その一個上の投票に出れますので、まあ、来年の投票もね、皆さんね、楽しみにしててください。そしてですね、続いて、中国版の投票を、見ていきましょう。はい、中国版の投票もね、すごいことになっております。まず、中国版の、ハンター部門の第1位、ですが、こちら忍者となりました。はい、こちらなんと投票数が 3779.09 万票ということで、もう投票数が桁違いと、ね、なっております。まあ、日本のフールズゴールドの約10倍、はい、10倍以上ですね。やっぱね、この中国はね、本当に人が多いので、まあ、それだけね、投票数もすごいことになっているんですが、はい、今回忍者が選ばれました。そしてね、日本で選ばれたフールズゴールドとは違う結果となりましたので、なんと見事、これはですね、この衣装実装が被らず、この2キャラクターに、ね、衣装が実装されます。なんでこのアジアサーバーの方でも、この、忍者の衣装 SSR 衣装が出ますので、はい、皆さんこれね、本当におめでたいこととなりました。中国と結果が違うと、実装される SSR 衣装の数が、多くなるんですね。はい、素晴らしいです。で、そして続いてね、サバイバーの方行きたいと思います。サバイバーですが、こちらサバイバーの2位が、応援団となりました。票数が 5101.5 万票、ということで、これもね、恐ろしいです。日本の1位の作曲家の約10倍、のですね、投票数にて、応援団が選ばれました。はい、こちらに関しても応援団、日本の投票結果と被っていませんので、新たに応援団の SSR 衣装もね、なんと実装されます。はい、素晴らしいです。ここまでで、全部でね、5キャラクターの衣装が、実装されることとなっております。そして続いて最後、最後の1位、サバイバー部門の1位ですが、こちら患者が選ばれました。はい、こちら投票数なんと、8,029.48 万票ということで、もうこれ信じられない票数ですね。で、圧倒的1位ということで、中国での1位は、この患者となりました。
はい、ということでこんな結果となって、まあ、日本と中国、ので別々の結果、本当に全てのキャラクターが違う結果となりまして、なんと今回、新たに実装される SSR 賞の総数が、6キャラクターということになっております。これがですね、過去初めてかな。はい、今までは結構この被りがあって、5キャラクターまでに実装されることはあったんですが、全部被りがなく、全て違う結果で6キャラクターに衣装が出る、SSR 衣装が出るというのは、確かね、史上初だったと、思います。はい、なんで本当に今回、ね、素晴らしい結果、まあ、我々プレイヤーにとっては、ね、新しい衣装が出るね、ことになるので、6キャラクターに衣装が出ることになるので、本当に素晴らしい結果とになりました。はい、なんで皆さん、この6キャラクターに今後 SSR 衣装出ますので、楽しみにしてください。で、この実装の順番なんですけれども、まあ、確かね、去年は、この中国版の方の衣装が先に出て、日本版の方の衣装が、後に、ね、出た気がします。はい、なんでおそらく最初に、この患者応援団忍者が出て、そしてその後記者、作曲家、フルーズゴールが出る形になるのかなと思いますのでね、まあ、楽しみにしてください。で、こちらの、ね、衣装なんですが、なんと、これね、素晴らしい仕様がありまして、かけらでゲットすることができます。はい、この永久のシリーズはね、かけらでゲットができるのが、とても魅力なんですね。かけらで購入する場合は4888エコーで、購入、ね、することができまして、まあ、エコーで購入する場合は、1388エコー、でね、ゲットすることができます。そしてこの衣装はね、ショップでゲットができるんですけど、なんと、常にね、ショップで販売されている常駐の衣装になるので、まあ、自分の好きなタイミングでゲットすることができると、いうことなんでね、まあ、皆さん、そんなに焦ることなく、ゆっくり、まあ、自分のペースで買うことができますんでね、はい、まあ、自分のペースで買って、なおかつかけらでもゲットできるので、まあ、ワンチャン無課金の方でもね、ゲットすることができる可能性があるのかな。はい、ですね。はい、なんでね、まあ、こちらに関しても楽しみにしていてください。はい、いや、本当にね、素晴らしい結果になって嬉しいですね。ということで、以上がね、この、今回の永久の星シリーズの、投票結果でございました。はい、ということで、ここからはね、見事日本の投票で1位になった忍者を使って試合をね、しながら喋っていこうと思います。いや、本当にね、いい結果になりましたね。6キャラの衣装ですから素晴らしいです。で、結構ね、やっぱこの新キャラクターが多かったですね、今回選ばれたキャラクターは。うん、やっぱね、人気なキャラクター、新キャラが多いイメージがあるので、まあちょっとね、どうしてもその過去のキャラクターであんま人気のないキャラは、ちょっと選ばれないと言いますか、まあ、なかなかね、まあ、いい結果にはならないのがね、ちょっと残念なのところであるんですが、まあ、嬉しいことです。でね、さっきちらっと出た最高演劇の投票、UR 衣装がみんなの投票によって決まる投票がですね、こちら5月の5日、この動画投稿日の日から、5月の12日かな、ですね、5月の12日までの1週間の間、この投票が行われますので、皆さんね、ぜひ自分の UR 衣装にしたい、キャラクターがいたらですね、そのキャラにね、投票してください。この最高演劇の投票は、この今回のね、演劇の星の投票と違って、1キャラクターだけですので、ハンターとサバイバーどっちも合わせて、1キャラクターだけですんでね、狭き門となっております。はい、さあ、ここいいね、一撃ダウン取れそうだね。はい、OK、ダウンと。いやー、いいですよ。いや、ほんと忍者もね、最高なハンターでして、最近あったね、世界大会でもね、日本代表赤嶺さん選手がね、買っててね、めちゃくちゃ大活躍してましたんで、まぁ、ちょっとね、気になった方、このハンター使いたいなと思った方絶対いると思うのでね、コメント欄にぜひ使ってみてください。いや、楽しみですね、最高演劇の衣装、ほんとどんな感じになるんでしょうか。さあ、ここ見えてるよ、締めたいです。さあ、ここ一撃与えていく、うまい、完璧。ちょっとね、外側に当てても判定があるんでね。さあ、多いな、救助されました。いやー、いい救助ね、裏からね。また大丈夫、ここは見えてるんで、ここ一気に距離詰めて、まずは青の電気を入れて、赤入れて、ダーン、気持ちよすぎる。いや、ほんとに気持ちいいね。で、なんならこれ、赤で無駄な負傷を増やしていきたい。無駄な負傷を増やしたい。うわー、タイミング。ちょっとダメだったね。無駄な負傷入れられませんでした。まあ、ただ全然もうペース的にはもう忍者ペースですよ。うん、もうほんと回復が遅いんでね、忍者は。さあ、ちょっとここ電気つなぎ直しましょう。うん、まだ暗号機が揺れてないってこと。よし、これでね。はい。あー、ちょっとつなげていかなかった。はい、これで、いいでしょう。もうね、定期的につなぎ直すのもね、大事なんでね。で、指名系がついてる記者が救助来てるんで、これ多分他の人解読回してるんじゃないかな。多分ね、この状況で2人で救助に来ないと思うんで、解読してると思いますが、あれ、救助間に合わないぞ、これ。おー、でかい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 。
よーし、飛びますね。で、めっちゃ真ん中回してるんで、ちょっとここ、行きます。え、いいんじゃない？ここ、上に上がれるんですよ。ここ上に上がれるんで、ここ上上がって、あいー気持ちいい。これ気持ちよすぎるね。最高です。しかも、なんならワンチャン墓場行くなら、墓場のバンドワークで、確定で当たる。で、ワンチャンここも当たる、当たるー、いや、うますぎるー神がかってますね。で、瞬間移動しましょうか、ここは。うん、この奥が回って、一応回ってるんで、ここ、汽車でしょう。さっきもいたからね。はい、で、はい、完璧。心配でも完璧。ただ、ちょっと子供、おい、そっち、判定、そっちかい。いや、これ、渋いな。渋い判定。ただ、ここは、はい、窓枠51駅と。いや、めちゃくちゃ、調子いいですね。うん。やっぱ、世界大会見た後はね、なんかね、調子が上がる気がします。うまい人の、ハンターさんプレイ見た後はね。で、こう、子供のサイだけど、まあまあ、ここは、子供に、これ、色を当てて、殴れば分配でね、無駄にダメージ入りますんで。いや、いいよ、全体負傷広がってますよ。もう、さすがにこれ、回復しきれない、もう回復無理でしょ。もう間に合わない、バーメイドいても、もう、お酒使ってるんで。さあ、こう、降りてきたところを、はい、当てて、で、もう一回当てて、はい、完璧で、次はちゃんと当たると、いいですね。いや、本当にいいんだ、楽しい。めちゃくちゃ楽しい、このキャラクター。みんなもね、やるべきです。めちゃくちゃ楽しいので、はい、さっきで釣っていきましょう。で、今後もね、ちょっとまあ、昨日かな、新キャラクターとかもいっぱい発表されたんで、忘れたキャラクターもね、随時、今回の投票、人気投票にも出てくると思います。はい、だから、おそらく来年の投票はね、新キャラクター、が多分選ばれます。そんぐらいかっこいいんですよね、新キャラがね。だから、昔のね、人気ないキャラが、この演劇の推しでね、ちょっと投票で選ばれることあんまないかなと思うのがちょっと残念ではありますね。うん。ほんと、どんどん次から次へとね、かっこいいキャラ出てくるんで。さあ、ここはちょっと4釣り狙いましょうか。せっかくならね、ポイントもね、欲しいのでね。さあ、どうしようかな、これ。まあ、でもみんなに、来てる。さあ、おー、フライホイール。ただ、これはもう一回、ドーン。はい、ということで気持ちよくね、4つずつすることできました。はい、今回の動画ご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。動画見てくれてありがとう。これからも第五人格の最新情報やプレイ動画をアップしていきますので、よかったらチャンネル登録お願いいたします。それでは、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。